DJ TKS in the building. This is a Yaku Kuro Bakon Takatsuki Posse baby. Yeah, no doubt, no doubt, yo. Listen up, come on, DJ TKS, yo. どうもどうも、DJ TKS です。おはこんばんは。今日はですね、ちょっと久々に漫談動画でもちょっと少しね上げていこうかなと思っております。先日はですね、京都の、三条レゲエの老舗バーラブダブさんっていうところで、DJ をさせていただきました。大変、ありがとうございました。どうも。で次の日ね、琵琶湖の方に行ってきましてですね、もうおよそ38年ぶりの、ミシガンクルーズというところにね、まあ観光したんですけれども、それからね、まあミシガンクルーズ乗ってね、まあ比叡山っていうところにね、行こうかなと思って、で時間をね、まあどれぐらい時間かかるのかなと思って京阪の浜大津まで行ってですね、駅員さんに聞いたところ、まあ昼過ぎやったんですよね。でミシガンクルーズ乗った時っていうのがだいたい12時40分ぐらいの、出港でしてですね、まあおよそ1時間のコースで、まあ、戻ってくるのがまあ、1時40分ということでですね、でどれぐらいで回れるのかなと思って、まあ浜大津の駅まで行って駅員さんに聞いたところ、いやー夕方まではみたいな、まあ予定してたのが、まあ、夕方ぐらいまで、まあ、予定してたんですけども、もう回るんであればもう朝からねちょっと一貫とちょっと分悪いねみたいな、いう感じでね、まあ諦めたんですけど、で、まあもう仕方ないかいうことで、まあまた引き返して、まあミシガンクルーズに乗ったんですけど、いや良かったですよ。まあ外出るとね、やっぱり風がねやっぱりめちゃめちゃきつかったんで、ちょっと動画と撮るときは風の音が入ったりとかですね、結構、まあ収録した後にまあ聞き返したんですけども、まあなんせね、声がちょっと遠かったかなっていう感じで、まあ、編集作業してる時にまあ気づいたんですけど、でそれから終わってからですね、今度ね、まあミシガンクルーズのパーサーって言われる、まあ、案内してる人がいてて、で浜大津の近所に力持ちっていうのがあるから、ちょっと行ってみてください、めっちゃうまいですみたいな案内してたんで、おどんなもんかなっていう、大津は結構行ってたりとかするんですけど、その力餅っていうのが食べたことなかったんでね、どんなもんかなっていう感じで、まあ行ってみたんですけども、まあ3本ついてでお茶付きで500円ですよ。まあ、食べてみたら、ちょっと硬いわらび餅みたいな、いや非常にねまろやかで美味しかったです。はい、ぜひねこれを見てね、まあまあちょっと画像出しておきましょうか、この力持ちですね。はい、でまたね大津にね観光した際にはね、この力持ち食べてみてください。場所の方は京阪、琵琶湖浜大津駅からですね徒歩そうね3分ぐらいです。はい、改札を降りていただきましてですね、左側行ってもらって、で階段次右降りてもらってね、ほんで横断歩道ありますんで、横断歩道渡りきったら左側に力持ちっていうのをこう看板が出てますわ、そこです。はい、中でも食べれますし、まあお土産としてね買って持って帰れることもできます。はい、ですのでね、大津に行った際はですね、その力餅をちょっと食べてみてもらえるとね、皆さんいいかなと思ってます。はい、でまあ京都行った時にもですね、久々にこう寺町いうのを、行きま
ましてですね、はい、前はよう行ってたんですよ、レコード買いに行くとか、服買いに行こう行きたりとかねしてたんですけども、まあ、今最近全然行かんようになりましたんで、ここそうですね1年半ぶりですかね。はい、前行ったんが、もうその1年半、その前は行ったんがね、そのラバダブの音結びっていう主催のイベントをしてた西山君っていう方がいるんですけど、その方が、京都でね結婚式挙げた時に、また時間があるからその式始まるまでで、そこ行く前に寺町あの辺をおろついてたわけですよ。あのレコード買いに行こう思ってはい、でそっからまた月経ってちょっと服買いに行こう思って、はい、で服買いに行って、そっからもう大体1年半ぐらいが過ぎましたからね。はい、久々に行って、ほんでまたね途中ちょっと雨やったんですよ。ほんでまあ夕方やったんで、こうほんま夕焼けいう感じの、今ちょっと写真出しますけども、こんな調子でございます。撮ったんですけども、 iPhone で、まあ今もiPhone で撮ってますけども、見てください、これめちゃめちゃ綺麗でしょ。うん、こんな綺麗な夕焼け見たことないですよ。うん、ほんまにねえ。ほんであともう今日で9月も終わりいうことで、はい、で明日から10月が始まりますけども、明日からねタバコ吸う人はちょっと気に食わんことありますけどもね、タバコは50円値上げいうことでね、え多くの、愛煙家の人が今日中にね、なんかワンカートとか買ってる人とか、まあ予約入れたりとかしてる人はいると思いますけど、まあたかが50円ですよ。うん、たかが50円や言うけど、ちょっとしんどいもんね。うん、今度2つ買おう思ったら、今やったら僕はセブンスター吸ってるんで510円ですよ。ね、1020円。まああと100円が120円ですけどね。うん。まあタバコも結構ね値上がりしました。僕が知ってる歌もそのセブンスターばっかりずっと吸ってるんでね、最初は220円ですよ、僕が吸い始めた頃の値段っていうのは。はい、で今度250円になりましたね。で今度270円ですよ。うん、で今度300円かな、うん、300円か。で今度440円かな。で、460円なり、で、つい最近までは510円でしたもんね。今日まで言うことが。で、今度から550円になりますけど、これも、うちの親戚もね、タバコ農家やってますけど、結構大変やみたいですね。まあでも、なんていうのかな、いくらタバコ値上がっても、吸う人は吸うもんね。まあ、東南アジアとかやったら、まあ、タバコ安いけど、まあ、ちょっとこれ、欧米の方行きますと、やっぱりもう一箱千円とか、なっちゃったりとかね、にします。まあ、それでも吸う人は吸いますよ。ほんまに。まあ、でもタバコ吸うところはあんまりもう、ね、法律ができて、吸うとこが、限られてくるっていうのがありますけども、まあ、肩身狭いですよね。もう、まあまあ、新幹線やと、こう、JR 東海と JR 西日本はね、新幹線は、まあまあ、吸えますけど、これ、東日本やと、こう、新幹線、東北新幹線、長野新幹線、ね、北陸新幹線やから、上越新幹線とかには、もう、タバコ吸えへんもんね。一時は、僕、あれやもん、田舎帰るときね、東北新幹線で、まあ、岩手県なんですけどもね、帰るときにね、もう3時間かかるんだけどね、東京駅から、吸えない、もう、みたいな。だからもう、行きしの東海道新幹線で吸いだめですよ、ほんまに。東京駅に乗り換えの時間20分ぐらい取ってたんで、もうまたそこで吸いだめですよ、ほんまに。うん。まあ、ということでですね。まあ、今後の TKS チャンネルの動画なんですけども、こういった今喋ってる、まあ、雑談であるとかですね。あとは、街ブラ動画とか、あと、まあ、僕が、出させてもらってる DJ イベントとかにもね、結構この間もその、まあ、動画上げましたけども、まあ、そういった感じの内容の、動画をね、
随時ちょっとアップしていこうかなと思ってますんでね。また見てない方とか、あとチャンネル登録してない方はですね、これを機にね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと皆さんもね、今後とも、TKS チャンネルよろしくっていうことで、以上 DJ TKS でした。